秋が終わって農閑期になったら、妻と2人でどこか行けたらいいかなと、十勝サラベツで畑作をしている橋山さんですけども、まあ、キャンピングカーの話またしたいんですけど、はい、まあ畑からしたら夢があるからっていうんでこう乗っていただきましたけども、このプロジェクトに、はい、だそれ以外にも橋山さんの中でもやもやするものっていうか、なんか新しくいいことをしたいなっていうのはあったんですか？秋が終わって農閑期になったら、妻と二人でどこか行けたらいいかなと、はい、です ねそうか、酪農家さんと違って畑作農家さんは割と季節によって素材したものがある、ですもんね。そうですね、冬場は結構時間的に余裕がありますので、はい、で奥さんももう独立されて、そうですね、子供も、はい、今いないので、うん、はい、なるほど、結構自由に いや、いけるんじゃないですか。僕こう節山さんの話聞いてから分かったことは、結構飲みに行くのも大変じゃないですか。そうですね、市街地に飲みに行くのにも、帰りは妻に迎えに来てもらわなければならないとこれがあったらそうです ね迎えに来てもらう必要はないと、朝ちゃんと帰ってこえばいいと。そうですよ ね、ああなんかこの時間まだ起きてるかなとか気にしながら飲まなきゃいけないってことですよね。そうなんですよね。多分農家さんではよくあるですか。あると思いますね。うちの妻も飲むもので、はいはいはい、そのなるほど、私が飲みに行くから迎えに来てよっていうお願いすると、はい、飲まないで待ってるわけですよね、家で。そうですね、そう飲む方なのに。そう、あ、一緒に行きますからね。そうですね、同じサラベツ村の中にも居酒屋ありますけど、それでも2人一緒に飲むって難しいですもんね。難しいんですよね、それが、ね、第三者の人がいないと一緒に飲むことはできないね、はい、運転手を確保していくとそうですよね。これ結構そういう利用の仕方もあるんだなと思って、うん、今本当真剣に検討しているのは、帯広で街中に駐車場を一箇所借りるかどうか。ああ、それいいですねレンタカーのお客さんももちろん、うん、ね、街中行けますし、北の屋台行くとかね、大体、うん、観光地に行く傾向が多いので、知床に行くとか、うん、まあ、野鳥牧場に行くとか十勝川温泉に行くとか、いや街中も楽しめたらいいなと思って、はい、で車を止めることもできますし、でお世話になっているオーナーさんが今のようなご夫婦で街中にいて飲むっていうこれいいですよね。いいですね、いいですね。ぜひ友達の夫婦を誘っていくとか、ね、そうですね、これだったら1、2、ベッド作んなくても3、4、旅行じゃないですからね、たくさん旅行するわけだっていいし、行けますね。夏だったらもうちょっと無理してもいいぐらいな感じですけども。そうですね、一回やってみたいですね。これぜひやるときは僕らも取材しますんでいや面白いさあ、で、まあ、いろいろキャンピングカーの話も畑の話もこういろいろさせてもらったんですが、このキャンピングカーレンタルするところだけではなくて、淵山さんはその観光客の皆さんとどんなこう関わりっていうか、どういうことをしていきたいなとかってありますか？観光客の方がお見えになった時に、はい、はい、そうですね、まあ、農家のなんというかどんな生活してるとか、どんな仕事を多分トラクター見るだけで多分びっくりすると思います、数とか。うちはボロばかりなんですけど8台ぐらいありますね。8台、えー、
結構ボロばっかりなんですけど。そうです本州でいた時の農業系の CM ってこう小さい手押しの耕運機みたいなやつとか、まあ車ほどのサイズない田植え機とか、はい、そういうのは見たことありますけど、8台はないですね。もう古いのはもうすぐ50年っていうトラクターもまだ、走るんですね。走ります。あれもメーターとかついてるんですか、何キロ走ったとかと。時間数なんですよね、トラクターはメーターじゃなくて。あ、そうなんですか。時間数なんですよ、メーターが何時間何時間って。あ、何時間使ったらオイル交換するとか、うん、へえ、違うんですね。自動車は距離数ですよね。距離ですよね。なるほど、面白いですね。一回りすると1万時間ですかね、一回りメーター。1万超えてるのもあります。なるほど。そういったこう北海道十勝の、農家の生活を多分淵山さんが思う以上に皆さん関心持ってね見られるんじゃないかなと思いますね。そして今日は風が強い、はい、畑ですからね、遮るものがありませんから、はい、ずっと気になってるのがね、あそこに綺麗な鳥がいるんですよね。カメラのちょっと外なんですけど。え、どこですか。すぐ下のあれ。あら、違う、あ、なんて鳥かな。なんかお腹がオレンジ色でね。お腹がちょっとオレンジですね。珍しい、なんか去年もなんか珍しい鳥、藤間さん写真撮ってFacebook に載せてましたよね。ああ、そうですね。むちゃくちゃ珍しいって聞きましたけど、なんか名前が全然わかんない。そう、八つ頭ですか。八つ頭、はい、そうか、去年の秋にね。すごいな、もういろいろこう鳥なんかも、まあ、小さいですからね。そうですね、綺麗ですよね。そういう鳥が来たりしますんでね、自然好きの方も。朝な、最近こう庭先にウサギが来たりも。庭先にウサギ、はい、と結構通り道なんですね、ウサギのね。ウサギの通り道、たまに見るんですよ、そこの庭先に。こっちのウサギってなんか野ウサギすごい大きくないですか。犬みたいなサイズの。あ、そうです、そうです、結構大きいです。ですよね、走ったらむちゃくちゃ速いやつですよね。速いです、そうなんです。本州の方、野ウサギ、北海道の名前僕知らないですけど、大きいカンガルーみたいな感じですね。そうそうそう、ちょっとなんか痩せてて、はい、意外に。そうなんです、そうなんです、筋肉質な感じ、アスリート系ですよね。そうです、そう、そうなんです。普通のなんていうか家畜のウサギとはちょっと感じが、そう、耳もそんなに長くないのかな。ラッキーだったら見られるかも。はい、まず無理ですね。まず無理ですか。まず無理ですか。ぜひぜひ来てほしいなと思いますけども。で、今日は今日撮影ね、実はこれついでなんですね。ついでの撮影。藤山さん主催の今日は集まりが藤山さん宅でありまして、はい、どんな会なんですか。地域交流会ですね。地域交流会。はい、もう半年ぐらい前からこの日は開けといてねっていうふうに。言われてまして、はい、30名弱ぐらいいらっしゃいますかね。25ぐらいですかね、はい、うん。昨日びっくりしました、メッセンジャーに藤山さんお手製の、ネームプレートも、はい、初めて作ってみました。これは合コンかと思いましたけどもでそして食事の方も、はい、僕も大変お世話になってますけども、極楽寿司さん、はい、お寿司屋さんがやってくるっていうね、はい、初めてですので。藤山さんも初めてですよね。初めてです。これむちゃくちゃ美味しいですから。本当に楽しみだな。楽しみですね。そう、ディレクターの撮影の野沢も大好きでして、極楽寿司もうねそれで仕込んだんじゃないかっていうぐらい、ね、それでもう振ったんじゃないかっていうぐらいに楽しみしてますんで。ああ、そうかもしれないですね。そう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 、うまく乗せられたかもしれないそうなってまして、そういった仲間も一緒にこれまで決して十勝は観光強いエリアではなかったですけども、なんか新しい観光を自分たちが持ってるものを出し合いながら作れたらいいですよね、はい、そうですね。そう
なんか農家やっててもこうキャンピングカーのオーナーになったことによって、何か北海道の経済に貢献してるような気持ちになりましたね。良かったです、良かったです、お客さんが北海道に来て、レンタカーで北海道を回ってお金を落としてってくれるんだと、自分は行けない分お客さんがお金使って経済に貢献してるんだと、皆さん気持ちいいと結構ね、やっぱ十勝はこれまで素通りされているの で道東でしたら大自然の知床のイメージが強いですから、もちろん知床すごいいいんですけど、こう町食事をするとか町を楽しむっていうような感覚で言うと、やっぱり十勝が一番いいんじゃないかなと思うんですよね。美味しいですよね、どこのお店行っても、ね、そうです、そうです、そうです。ですからこう十勝を拠点に入り口出口にしてもらいながら、こうぐるっとこう周りをいろんなところに泊まりながら、でまた十勝で帰ってきて美味しいもの食べてゆっくりして帰ってもらうっていうようなルートができたらいいなと、思ってるんで、広いですからなんせ